イ国内で亡くなりました。山田長政。アユタヤ県田んぼが多いです。皆さん1年に 2、3回ぐらい倒れします。水没しました。この辺にはだいたい1メートルくらい水没しました。今でもあるところだけ洪水の跡を見られる。皆さん正直タイ安全な国ではないです。観光へ行くとき、盗難に気をつけてください。カバンできれば前にした方がいいです。観光へ行く途中に、例えばお財布、携帯、貴重品を落としたら見つかるのは無理。いいですか？はい、正直。どこ行っても盗難に気をつけてください。カバン、はい、できれば前にした方がいいと思います。私責任を取れません。いいですか？はい、正直。皆さん間もなく、はい、左手の方をご覧ください。日本人村、はい、左手の方をご覧ください。アユタヤ王朝時代、日本人大体3000人くらいあそこで住んでました。現在誰も住んでいません。ちっちゃい歴史観だけがあります。間違いないように、このバスのナンバープレート7
306 JTB のマークがついてる、マークですね、がついてるバスですね。待ち合わせ場所、バスが止まっているところに、ね、7306バスを降りてから最初に私についてきてください。説明してから30分くらい自由行動になって、あとからバスが止まっているところに集合。